ニュースの時間です。先ほど裏ルートからの極秘情報により、あの伝説の魔王ゼノンの存在が確認されました。魔王ゼノンは辺境世界ベルダイムにて細々と人間たちを悪魔に変えながらひっそりと暮らしているとのことです。それでは魔王ゼノンについて振り返ってみましょう。魔王ゼノンは千の魔王を虐殺し、魔王神と恐れられる魔王の中の魔王、その姿を目にして生きて帰った者はおらず、今や伝説と化している魔王です。18年前に99の魔王が惨殺死体で発見され、魔王ゼノンの仕業という噂が広まりましたが、未だ真相は明らかではありません。しかし今回の情報をきっかけに、魔王ゼノンの素顔がようやく明かされることになりそうです。続報にご期待ください。続きまして、今日の特集は環境破壊です。コメンテーターには正しい都市破壊、美しい自然破壊でおなじみの赤石アレク、